ばかり新城後期。丹羽兵蔵御中説のこと。ある時、信長は上洛することを急に思い立ちました。お供の者を80人を連れて上洛しました。京都、奈良、堺を見物しました。将軍足利義輝に謁見し、数日間在京しました。これこそ晴れの舞台であるとこしらえて、のし漬けの太刀を刺し、お供の者の装いを凝らしていました。清須の名古屋八五郎の家来、丹羽兵蔵という気の利いた者がいました。京都へ登る途中で、一角の人物たち5、6人とそれらに率いられた30人ばかりの集団が上洛しようとしていました。滋賀県草津市の信濃渡しで彼らと同船しました。どこの国のものかと尋ねられましたので、丹羽兵蔵は機転を利かし、我々は三河の国のものです、尾張の国を通ってきました。尾張の国は何かと面倒なことが多い国でしたので、気を使って通ってきましたと答えました。その一行の一人が、信長めは甲斐性なしよと言いました。彼らはいかにも人目を忍ぶ様子で、言動も不審でした。丹羽兵蔵は不審に思い、彼らをつけて彼らが泊まった近くに宿を取りました。賢そうな子供を手なずけ、彼らに近づきました。今日で当時にでも行くのですか、どなたなのですかと尋ねると、三河の国の者ということで心を許し、つい口を割って話してしまいました。我らは湯入りでここに来たのではない、美濃の国から大事な命令を受け、織田信長を討ち取りに参ったのだと答えました。彼らの名は小池義氏、平見政坂、近松頼母、宮川八右衛門、野木次左衛門という者たちでありました。夜、お供の衆に紛れて近づいて様子を聞いてみると、久保様の覚書さえもらって信長の宿の者に渡せば鉄砲で討ち取っても問題はないと言っていました。急いで京に入り、ほどなくして夜になりました。彼らは二条のたこ焼き師の近くに宿を取っていました。夜中でしたので、その家の門中の左右を削る目印としました。それから信長の泊まっている宿を訪ねましたところ、室町通りの上行裏辻であることが分かりました。たどり着いて門を叩くと、門番がいました。尾張から使いとして参りました。下級の用事です。金森長近様か八谷より高様、取り継いでくださいと言いました。二人が出てきましたので対面し、今までのことを一つ一つ丁寧に報告しました。金森長近と八谷より高が信長に報告すると、その者たちの宿を特定できているかと尋ねました。二条のたこ焼き師の近くに全員泊まっています。門中を削り目印としましたので、間違えることはありませんと言いました。それから談合をし、夜が明けました。彼ら美濃衆は金森長近が知っている者たちでしたので、早朝に彼らの宿へ行ってみると命じました。金森長近は丹羽兵蔵を連れ、その宿の裏からそっと入り、彼らと対面しました。金森長近は、昨夜あなた方が上洛してきたことは信長公も知っているので挨拶に参った、そなたたち信長公へ挨拶に行かれよと言いました。信長が知っていることを聞いて顔色を変えて仰天しました。翌日、美濃衆は小川表へ行きました。信長もたっぷりから小川表を見物ということで出てきて、対面し言葉をかけました。お前たちはこの信長を討つために京に登ってきたようだな、未熟者の軍勢で信長を狙うとはカマキリの斧のようなものだ、できるものか、それともここでやってみるかと言いました。6人の者たちは困ってしまいました。京の町衆はこの時の信長を2通りに評しました。ある者は大将の言葉ではないという者もいました。また若い人には見合っているという者もいました。53日過ぎて信長は森山まで下りました。翌日、雨が降っていましたが仏行に出発し、相谷から八風峠を越え清須まで27里を進み、夜中過ぎ午前4時ごろ清須へ帰城しました。じゃがいのこと。
この頃とても不思議なことがありました。尾張の国の中央の清須から50町東さっさなりまさの漁場平城がありました。潮の東に南北に長い大きな包みがありました。その西に天ヶ池という恐ろしい大蛇がいると言い伝えられた池がありました。包みから外の東には30町くらい平坦な足原が続いていました。ある年の1月中旬、安食村福徳の里に又左衛門という者がいました。雨が降った夕方、包みを通りかかったところ、太さは一かかえもあるくらいの黒いものを見ました。胴体は包みの上にあり、首は包みから伸びてきて池に届くほどでした。人の足音を聞いて首を上げました。顔は鹿のようで、目は星のように光り輝き、舌を出すと真っ赤で人の手を開いたようでした。目と舌が光っている様子を見て又左衛門は身の毛がよだち、恐ろしさのあまり後ろも見ずに逃げ去りました。平から大野木へやってきて宿に帰り着き、このことを人々に話したので噂が広まりました。いつしか信長の耳にも入ってきました。1月下旬、信長はこの又左衛門を召し出して直接このことを尋ね、明日蛇替えを行うとお触れを出しました。平の里、大野木村、高田五郷、安食村、安島村の百姓たちは水替えを受け、突き、桑を持って参れと命じました。数百の桶を並べて天ヶ池の四方から取り掛かり、4時間ほど作業を行ったところ、池の中の水は7割ほどになりました。しかしそれ以上はいくら水をかいても減らなくなりました。そこで信長は、水中に入って蛇を見てみようと言って脇差しを口にくわえて池に入りました。しばらく入っていましたが、やがて上がってきました。なかなか蛇のようなものはいませんでした。右左衛門という水によく慣れたものに、もう一度入ってみようと命じました。しかしやはり蛇のようなものはいませんでした。それで結局信長は清須へ帰ってきました。実はこの時、身の冷えるような危険なことがありました。それはこの頃、さっさなりまさが信長に逆心を抱いているという噂が流れていました。それでこの時もさっさなりまさは起き上がれないほどの重病と称して城から出抜いていきませんでした。きっと信長は小城にしてはこの城ほど良い城はないと聞いて知っているので、このついでになりまさの城を見ようなどと言って爪腹を切らせようとするのではないかと心配していました。そこで家老の井口太郎左衛門という者がいました。そのことについてはお任せください、信長公を討ち取ってみせましょう、城を見たいとこの井口に行ってくるでしょう、その時我々はここに船があります、お乗りになって城の外観をご覧くださいと言いましょう、信長公が最もだと言って船に乗られたら、我々は衣服を腰高にはしおり、脇差しを投げ出して小物に渡し船を漕ぎ出します。おそらく信長公は小衆衆だけが乗るでしょう。例えば5人3人の年寄り衆が乗ったとしても、つがいを見て懐に小脇差しを隠しておき、信長公を引き寄せて畳みかけて突き殺し、組んだまま川へ飛び込みます、ご安心くださいと申し合わせていました。信長公は運の強い人で、天ヶ池から直ちに帰りました。総じて大将とは万事に注意を払い、油断をするべきではないということでありました。以上、おとり候のこと。尾張の国、海東郡の大屋という里に織田信房の家来で甚兵衛という庄屋がいました。隣村の一色というところに佐助という者がいました。この二人は格別に親しい仲でした。ある時、大屋の甚兵衛は12月中旬、年貢を納めるために清須へ向かい、その留守の間に一色村の佐助は甚兵衛の家へ野党に入りました。女房が目を覚まし、佐助にしがみつき、佐助の刀を取り上げました。この事件を清須へ訴えました。双方が公方へ申し立てました。一色村の佐助は信長の御馬の子、池田恒興の家来でした。死に将ということになり、三号車の前に奉行衆が並んで、当事者双方から立ち会い人を出させました。ここで天道を恐るべきことがありました。それは佐助は死に将を取り損ねてしまったのですが、池田恒興の家来衆が
権威を振りかざし、サスケの失敗の証拠を隠蔽し成敗させないようにしようとしました。その時、信長が鷹狩りの帰りに立ち寄り、ご覧になって、どうして弓矢槍などを揃えて大勢集まっているのかと質問し、双方の言い分を聞き、この有様を一つ一つ見ているうち、信長は顔色を変えました。秘儀将の状況を聞き、どれくらい鉄を熱して持たせたのか、その時のように鉄を焼いてみせよと言って、鉄をよく焼きました。このようにして持たせましたと言上しましたので、そこで信長は、わしが秘儀将を取ることができたら、サスケを成敗に出す、そのように心得ておけと言って、焼いた鉄を手の上に置いて三歩歩いて運び、棚に置いて、これを見たなと言って、サスケを成敗しました。凄まじい槍様でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。